よろしいですか、シャーロック・ホームズ先生。あなたが切れ者で独自のやり方をお持ちだとは誰しも認めるところですが、我が輩どもが欲しいのはやり口なり今の説法なりの先なんです。男を捕まえなきゃならんのですぞ。我が輩は事件を明らかにしたつもりでしたが違ったようです。シャルヴァン PA 青年は二つ目の事件には関われませんからな。レストレードが追っていたスタンガソンにしても違うのは明らかです。いろいろと思わせぶりなことを小出しにされるからには我が輩どもよりはよくご存知なのでしょう。もういいでしょう。我が輩どもには単刀直入に聞く権利があります。この件どこまでお分かりで、犯人の名前も言えるんでしょう。私もグレグソンに同意せざるを得ませんよ先生と、レストレードも口を添える。我々二人骨折ってどちらも失敗。ここに来てからというもの、もう証拠は揃っているというようなことを再三おっしゃる。これ以上だんまりってことはないでしょう。私も言う。殺人犯を捕まえるのが遅れたら、新たなる強行の機会を与えることになる。かくも我々に迫られて、ホームズは悩んでいるようだった。うなだれながら眉を潜め、部屋の中を行ったり来たり、考えに浸っている時の癖だった。やがて急に足を止め、我々をまっすぐに見据える。これ以上の殺人はない。そのことはもう恐れずともよいのだ。犯人の名を知っているかと聞いたね。知っている。ただ知るだけなら小さなことだ。犯人に手をかける労力に比べれば、間もなくできるだろう。手を回しておいたので、なんとかできると思っている。ただ、慎重にことを運ばねば、相手となるのは知恵があり、何をしでかすかわからぬやつ、仲間もいる。彼と同等の頭を持っていることは、一見よりわかっている。だが向こうがまだ足はついていないと思っている限り、逮捕の見込みもある。わずかでも悟られれば、犯人は名を変え、今すぐにでもこの大都会、400万の人々の中に消えるだろう。別に君たちの気分を害するつもりはないが、言っておかねばなるまい。この犯人は警察より一枚上手だ。だからこそ君たちに協力を仰がなかった。失敗した場合の責めはすべて私が受けよう。覚悟している。今はただ約束するしかないのだが、告げても段取りが危うくならないとなれば、すぐ君たちにも。グレグソンとストレードはこの約束にご不満の様子だった。あるいは警察の力を見くびられたからかもしれない。前者は甘色の髪の生え際あたりまで顔を紅潮させ、後者は玉のような目を不愉快だ、腹が立つと言わんがごとくギラつかせていた。と二人がしゃべろうとした瞬間、ドアの叩く音がして、フロージの代表、ウェイギンズ少年がみすぼらしい姿を見せた。どうも先生と自分の前髪に軽く手をやって敬礼をし、表に馬車を連れてきました。ご苦労と、ホームズは穏やかな口ぶりだ。どうしてスコットランドヤードもこういった型を採用せぬと、引き出しの中から鋼の手錠を取り出す。この見事なバネ仕掛け、あっという間にかかる。レストレードは、古いので十分ですよ。かける相手を見つけさえしたら。その通りだ、とホームズは微笑む。御社に
荷物を手伝ってもらった方がいいな。ウィギンズ、一つ彼に上がってくるよう言ってくれたまえ。あたかも今から旅に出るような口ぶりなので、私は驚いた。そんなこと初耳だ。部屋に小型の旅行カバンがあり、友人はそれを引き出して、革紐で締め付け始めた。一心に力を込めていると、魚車が部屋に入ってくる。魚車くん、一つくくるのを手伝ってくれないか?と友人はひざまずいたまま作業を続け、振り向きもしない。男は幾分むっつりとふてぶてしく近づいてきて、手伝おうと手を下ろした。刹那、鋭い音がして、続く金属の擦れる耳障りの音、そしてシャーロック・ホームズがその場から再び立ち上がる。諸君とホームズは目を輝かせ声を張った。ご紹介しよう。ジェファーソン・ホープ君。イーノック・ドレバーとジョーゼフ・スタンガースンを殺害した犯人だ。すべてあっという間の出来事だった。ほんの一瞬だったため、私には理解する暇もなかった。その時の記憶は鮮明に残っている。ホームズの勝ち誇った表情、声の響き、魚車の驚き、カンカンになった顔、怒らせた目とその先の光る手錠、手品のごとく魚車の腕にはまっていて。1、2秒の間、誰もが一群の彫像のように立ち尽くしていた。怒っているのか言葉にならない鳴り声がして、手錠の男はホームズに手から逃れようと体をひねり、窓に向かって思いっきり体当たりをした。酸やガラスが飛び散り、大きく穴が開く。だが出ようとする男をグレグソン、レストレード、ホームズが、猟犬スタッグハウンドをよろしく飛びかかった。男は部屋に引きずり戻され、格闘になった。男は力強く凶暴で、我々4人は何度も何度も振り回された。突然発作を起こした患者のように手に負えなかった。男の手や顔は窓ガラスを破ったために血まみれになっていたが、失血で力が弱まる気配はない。レストレードがうまく手を首巻きの中に入れ、首を軽く締めてようやく抵抗しても無駄だということが男にも分かったようだった。とはいえ、手と同様に足をくくるまでは安心できない。終えると我々は息も切れ切れに立ち上がった。シャーロック・ホームズは言葉を放つ。彼の馬車がある。それでスコットランドヤードまで連れて行こう。さて、諸君。と、ここで嬉しそうに微笑み。我々のささやかな謎も終わりを迎えた。どのような質問でもお好きに。もう危険は去ったゆえ、何でも答えよう。